こんにちは、押切萌です。今日は私が体型維持やリフレッシュのためにやっている運動をご紹介します。ピラティスっていうのはドイツ人看護師さんのピラティス氏が開発した運動なんですが、体の深層部にあるインナーマッスルを強化して体全体のバランスを整える運動です。まずこちらはロールダウンといって、体の硬さとかバランスの崩れたところをチェックしています。やっぱり最初なので手がブラブラしてたり姿勢が定まってなかったりするんですけど、これが最後にどうなるのかお楽しみにしていてください。こう映像で見てみると簡単そうな動きが多いんですが、意識する場所があったりして実は結構きつかったりします。でもとてもリフレッシュになりますよ。通っているのは朝先生という方のピラティスのスタジオです。プライベートなのでいろいろお話ししながらやってます。3人のお子さんのママでもあったり、たくさんの妊婦さんや、産後のママさんのトレーニングも担当していたりするので、とても参考になる話が多いです。長年のファンの方はご存知だと思うんですけど、私は10代の時に太ってしまったりして、でダイエットを、そしてリバウンドを繰り返す体型のことではかなり悩んだんですけど、今は少しずつでも自分に合った運動を続けていくことが大事なんだなと実感しています。今もコンプレックスとかこうしたいなっていうパーツはたくさんあるんですけど、ちょっとでも毎日自分が好きな自分でいられるように運動を続けたり、食事を気にしたり、あとは美容に気を配ったりとか楽しみながらやっています。運動するのはスタイルを良くしたいっていう気持ちも大きいんですけど、体を動かすとすっきりするし、朝特に動くとその日一日動きが良かったりとか、またそれで1週間頑張れたりとか、あと子育てをしながら体力をキープできるっていういい点もあります。あと肌の質感もちょっと変わる気がします。サボっちゃう時もあるんですけど、できるだけ通うことが私の体型そしてメンタルの維持にもなりますね。一見どこに効いているかわからないようなワークも、お腹を薄くへこませて呼吸を深くしながらやっていくことで、どんどん体の軸が整っていくことを実感できます。忙しくてサボりがちになってしまう時もあるんですけど、やっぱりピラティスをやったり運動をすると心も体もとても整うので、これからも自分のペースで続けていけたらいいなと思います。ピラティスは10年ぐらいやっているんですけど、まだまだこんな姿勢になりたいなとか願望もあるので、ちょっとずつ目標に近づけていけたらいいなと思っています。さあ今回はスピンボサボサ頭でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。また私が普段から気をつけていることとかもご紹介できたらいいなと思います。ちょっと怖いですけど感想お待ちしています。それではまた。